んこんにちは、橋本でございます。今日はですね、1月買ってよかったものを紹介していきたいと思います。プチプラもデパコスも春の新作が山ほど出てましたので、すごく悩んだんです。はい、結構買いました今回も。で、限定品はできるだけ買わないようにいたしまして、ご紹介していきたいと思います。はい、まず、スキンケアなんですけれども、こちら、はい、RMK のダブルトリートメントオイル、これは 50ml で4400円です。これ一時期かなり入手困難で、多分今でもすごい忙しい百貨店、大きな百貨店とかだったらすぐ品切れになる商品です。で、橋本ですね、ずっとこのこよりさんのこの二層式の美容液とオイルが二層式になったタイプをずっと使ってたんですけど、そろそろなくなりそうで怖いので買っときました。ちょっとまた違うやつ試してみようかなと思って。で、これも美容液とオイルが入ってて混ぜて使うタイプなんですね。だから効果としてはこよりさんと同じで、皮脂膜、お顔の皮脂膜を作ってくれるものだと私は思ってます。で、橋本の使い方ではですね、どのタイミングでも使えるかなと思ってます。公式ではスキンケアの一番最初に使ってくださいって書いてるんですけども、別にね、どのタイミングで使ってもいいかなと思います。ちょっとテクスチャー見てくださいね。サラサラサラッとトロッとしてる感じで、はい。で、これね、香りはいいんですよ。もうご存知の方多いと思うんですけど、オレンジ、ネロリ、シトラス、なんかフローラル系の香りもします。フローラルシトラス、こんな感じ。一瞬なんかオイルっぽい感じなんですね、伸ばすと。でもこれがベタつかずさらっと、こんなツヤでね、もう乾燥がえぐいじゃないですか今。外出ても寒い、中出ても暖房で乾燥どうしたらいいっていう感じじゃないですか。ぜひこれファンデーションの前とか下地塗る前とかにもつけてください。ツヤの下地どんなんがいいかなとお問い合わせいただいてたと思うんですけども、ファンデーションに混ぜても大丈夫ですよ。ちょっとやってみましょうか。クリームタイプのファンデーションですけど、これつけましたね今ね。で、ちょっと2滴ほど垂らして混ぜます。そしたら見てください、ほらめっちゃ綺麗に分離しないでしょ。分離せずに綺麗に、今ちょっと多めにね混ぜました。この状態でファンデーション塗っても実は大丈夫です。ツヤが保てるんですよ。このやり方は私実際に現場で花嫁さんにやったことあるんですね。で、もちろん上からお粉は筆でふわっとかけるんですけども、このギラつかない、この潤い感、ツヤ感っていうのがね、持続するんですよ。で、これオイルだけだとちょっとねギラギラしすぎるし、水分だけだとしっかりなじまない可能性があるんですね。なので乾燥で悩んでる方とか、ツヤがなかなか出せない方、ぜひ使ってください。おすすめです。はい。今日もね、私使ってますよ。いい感じのツヤでしょ、またこれ。次いきますね。次、同じツヤで、時間が経った時に上から補給するタイプなんですけれども、はい、同じく RMK のグローミスト C っていうんですけども、これはね、カシスの香りで、もう一つシトラスの香りがあるんですけど、橋本はカシスの香りにしました。 50ml で2750円です。で、これは公式ではお顔にかけて乾燥した時にはいつでもどこでも使えますよって感じなんですね。ツヤを出したい時はもうダイレクトにそのままかけて放置しておいてくださいって書いてるんですけど、橋本的使い方はですね、例えばここに、この辺でしょうか、ここ今ちょっとマットになったと思うんですけど、ここにねダイレクトに振ってもいいんですけども、これを手のひらにとって、おお、スポッ
スポンジの裏とかにとってこうちょっとトントンするんですよ。しっかりなじませて。わあ、わかるかな。そしたらね、ここほらツヤがねある程度はっきり出るんですよ。例えばのこことか、わあちょっと乾燥してきたなっていう時はこうトントンって優しく優しくトントンってするとツヤが復活すると。橋本はこのように使いたいと思います。でもこれあのリフレッシュにもいいし、香りめっちゃいいんですよ。なんでこうふわっとお顔にかけてもいいと思います。はい、次いきますよ。次はナーズ。橋本ね、コンシーラーを自分用ですよ、自分用のコンシーラーちょっと変えていこうと思って買ったのがこれです。ナーズのクリーミーカラーコレクター、これライトとミディアムあるんですね。はい、こっちの明るい方がライトで00251で、この濃い方がミディアムで00253。これ私どっちかにしようかなと思ったんですけど、ちょっとねどっちかだけだと偏りすぎたんで2つ買いました。こっちは本当のオレンジで、こっちはちょっと白いオレンジね、肌色に近い感じで、この2つで私の黒いクマをまず色でカバーしてからのコンシーラー、肌色のコンシーラー使おうかなと思ってます。これだけだとちょっとね黄みが強いんですよね。そう、これいいのがね、見てください、すぐサラッとするんですよ。そして乾燥そんなにしなかった。でよくよく考えたら私オレンジばっかり使うじゃないですか。で横の肌色余るんですよいつも。で捨てるっていうね、横の肌色が明るすぎて私には合わないことが多かったので、ちょっと待てよと。じゃあもうオレンジだけをまず買って、その上はまあファンデーションでもいいしコンシーラーでもいいし、肌色のものを、この肌色に合ったものをポンポンと塗ってみようと。ちょっとそっちに自分のね目の下のクマは変えてみようかなと思ってこっちを買ってみました。この商品は茶グマでも青グマでも大丈夫です。青はどっちかというと青が強くなればなるほどオレンジ味強い方が隠れるんですけど、そう最近ね足元クマがちょっと和らいできたので、赤をそこまでダイレクトに使わなくてよくなったんですよね。なんでこれぐらいのオレンジで、いけるかなと思って今日もそれでやっております。悩んでる人いっぱいいると思うのでよかったらね参考にしてください。そして次はですねセザンヌ。はい、これです。ベージュトーンアイシャドウの04ミモザベージュ748。ごめんなさい、ちょっとだいぶ使っちゃって黒くなってますけど、今日のこのメイクです。優しくないですかこれ。もうあの普段使いに最高だと思うんだが、今日のメイクのテーマはヘルシーでございます。ヘルシーな橋本でございます。いかがでしょうか。なんかねこの色が可愛いね。スワッチして、あ、私このキラキラつけてない。キラキラつけよう、忘れてた。これほんま使いやすい。ほんで748円やからな。こんな感じね、キラキラとハイライト、明るい黄色っぽいよねとオレンジと茶色。これ大人女子の目の周りの色素、目の周りがなんでこんな暗いねっていう人、くすみ多分ねこの辺の色飛ばしてくれるから、これをちょっとダイレクトにつけるとくすみますと思うんですけど、これとこれがすごくいいお仕事をしてくれてます。このシリーズいいよね。で次に紹介するのもニューでございます。はい、ジェルアイライナーの90番テラコッタブラウン550円。ちょっと太いのであのぼかしとかにいいかなと思います。私これ引いてぼかして
ぼかしてからこの色を入れてます。今日は上からこのような感じで、うん、このシリーズもいいですよね。セザンヌの落ちない。そしてこれもニューでございます。耐久カールマスカラ02ブラウン638円、水汗涙に強いマルチプルーフ。ブラシじゃなくてね、こんなコーム型です。見えるかな、つけたらこんな感じ。ちょっと紫っぽくも見えたりするんですよね。茶色なんですけどモーブっぽい感じ。なんか今日のメイクとかに、ね、いいと思います。つけてます。結構いい感じで伸びてますよね。そんなにあのもっちゃりボリュームアップするっていう感じではないんですけど、ナチュラルメイクにねぴったりかと思います。はい。あでアイライナーでいくとね、スックニュアンスアイライナーのこれはね04のボルドー。これはですね限定ではなくて通常品でございます。この色だとさ分かるかな、めっちゃ可愛いねんけど、見て、グレーがグレー味の強いボルドーで、目の下のこの粘膜のとこだけに引いても赤すぎないし、すごいこれ使いやすいです。私好きです。はい。そして次スックのこれこれこれ、トリートメントラッピングリップ。これさすんごい潤うね、ずっと潤ってます。マスクにはつくんです、ちょっとペタッと。乾燥が気になる方とかすぐ乾いてしまう方はこれすごいおすすめ。絶対乾かないし荒れない、絶対って言ったかな、全然乾かないし荒れないんですよ。で今回ですね、まあ、ピンクとかパープルっぽいお色も出てたんですけれども、橋本はあえてこのベージュ系のを2本買いました。はい、ベージュ大好き橋本なんで。02と03ですね。02が泡羽色、こっちね、02で、03が三つ米っていう色かな。4400円。ちなみに今日橋本がつけてるのは03三つ米っていうお色だよ。なんかいい感じのベージュ感を出してくれます。なんていうかな、ちゃんと色が出るのでこんな感じ。こっちはねくすんだ色なんですけど、こっちも私は好きで、今日はちょっとこれだと暗くなるかなと思ったんでこっち塗ってますね。あのオレンジすぎないオレンジっていう感じです。ベージュオレンジっていう感じ。ピンクもあったんですけど、ピンクはちょっとなんか私個人的にはちょっと明るすぎたかなと思ったんでこの2色にしました。これ02番もつけてみます。これもいいでしょ。はい。そして皆さんお待ちかね、マキシマイザーでございます。さあ橋本は何色を買ったでしょうか。じゃ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 んじゃ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 ん。はい、この3色を買いました。色が多すぎて、まあ既存色もあったんですけどね、色多すぎてめちゃくちゃ悩んだんですけども、大人女子に合うのがいいなと思ってこの3色に決めたんですね。ちょっと色つけてみますね。一番人気の色とかよく売れてる色とかつけてみたんですけど、私個人的にはあんまりしっくりこなかったんですよね。そうなんです。で一番いいなと思ったのがこれ014シアーマカダミアっていう色なんですけど、ベージュピンクね。橋本好きそうでしょこの色と、他のもちょっとね装置しますね。真ん中が006ベリー、
で一番下が004コーラル。これはね、あんまりもしかしたら若い子にはあんまり人気ないと思うんですけど、私これ塗ってみて意外と顔色明るくなるやんと思ったんですよ。なんで買いました。でそれぞれつけていきますね。一番お気に入りのシアーマカダミア、めっちゃいいねけど、これね、良きでしょ。2回塗ってみよう。これな、2回塗ってみてどうなるかのみたいよね、みんなね。2度塗りバージョン。手に2回塗ったらこんな感じ。はい、じゃあ次はベリーいきます。これ見た感じなんか濃いでしょ。でもそんな濃くないんですよ、塗ったら。ほら、なんか強すぎないモーブ。これはトントンってつけるのおすすめ。春にこの色いいかなと思って。輪郭はぼかす。はい、で最後コーラルいきますね。なんかすごいオレンジに見えるんですけど、わかるかな、わかります。なんかほっこり明るくなるって感じ。コーラルピンクって感じ。唇の色がピンク味が強い人はコーラルピンクに出ますので、これは大人女子にはおすすめなんです。うん、いやー、マキシマイザー買いすぎやわ。まだあと2つ注文してしまったんですけど、まあでも唇にいいし荒れないので私は好きなんで。今日のメイクにもね、3色とも合ってたと思います。はあ、全然違うニュアンスのものを買いましたという感じで、いかがでしたでしょうか。実はまだまだ2月もね、買い足す予定のものたくさんあるので、またお伝えしていきますね。はい、あ、忘れてた。そう、あともう一個アクセサリーを追加したんです。買い足したんです。大好きな、はい、このメイグローブさんのアクセを可愛く梱包して送ってきてくれたんですけど、これ案件じゃないんですよ。もともと私メイグローブさんのアクセイヤリングが好きで、今回4つゲットしました。ちょっとつけていきますね。今日すごいトレーナーで私服なんですけど、まず例のじゃん、可愛い春っぽい色でしょ、これ。濃い。濃い、いいのがさ、イヤリングとピアスと選べるんですよ。え、かわいい。見て。それから、嬉しそう。今回全部ネットで買ったんですけど、かわいくない？かわいいね。手作りなんですよね、ここ。ピンクです。ピンク。似る？あ、かわいい。これとあと2色ありました。と、3つ目はモノトーンの時にいいかなと思って、こんな黒の。もう今回全部正解やわ。よし、よし。みんなごめんね。ソールドアウトになってたらごめんね。あ、かわいい。ほら、長さとかちょうどいいのよな。はい。そしてラスト4つ目。だいたい5000円前後かな。
料金としては。だからそんなに高くもなく安くもなくっていう感じで、これもグレーとピンク見て、かわいいでしょ。なんか今日のグレーの服装に全部ぴったりなんやけど、私さ耳たぶがさすごい太いからミヨーンって外にこう出ちゃうんですよね。下目につけて、あー楽しい春ですね。でここのイヤリングはこの後ろがちゃんとあのなんていうのかな、痛くないんですよね。このゆっくりこうゆっくりゆっくり閉じてってくれるし、こういうこれなんていうんですか、痛み止めっていうか、なんかちゃんとつけてくれてるんで痛くなったことないんですよ、つけてて。うん、この4つを買いました。またあの撮影でねちょいちょいつけて登場したいと思いますので楽しみにしておいてください。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。